鏡餅を作ります。お餅は白い折り紙ですが、白い折り紙がなければ普通の折り紙の裏が白なので、それを使っていいと思います。それから、お鏡餅の上にの飾る橙は橙色の折り紙、大きさは15センチの折り紙の4分の1のまた4分の1 3.75 センチですが、まあ、4センチ角ぐらいの折り紙でもいいです。まずお餅の部分から作ります。白い色が中になるように折り曲げやすい方が分かれば折り曲げやすい方で 1.5 センチぐらい残して折ります。ほぼでいいですよ。この両方の縁がちゃんと揃うようにまっすぐに折ってください。これを裏返しにします。そしたらこの下の輪の方ですね、輪の方を持って、折ります。折る時に、この幅ですが、残ったところと今のこの縁、輪のとこですね、分厚いところ、この縁を折り上げたところが、縁の方が少し、短いぐらいですね。はい、まっすぐに左右が縁がと揃うように折ってください。このまま下は短い方ですよね。この短い方の下だけ伸ばします。この今折ったところは真ん中にこう折れてますよ。いいですか。はい、ここだけ重なってますね。でこれを引き寄せ折りをするんですが、作りやすいように向きを変えます。でこの今折ったこの縁を持ちます。持ったらこの縁の、この重なったところの真ん中あたりまで、この角がこの真ん中あたりまでこう引っ張ってほしいんです。はい、じゃあここを持ってそのまま倒します。上がこんなに引っ張られてきます。そしたらこのまま、ぺっちゃんこにします。で、ここの角からうんと引っ張ってもいいし、途中でやめてもいいし、どちらでも大丈夫です。ここがもう一回しますね。この角を持って倒す。この角を持って倒します。で、膨らんできたところ、白い三角が見えますね。それを潰してください。はい、片方できましたら、下の方も同じぐらいの三角が潰れるようにします。はい、この下を持ちます。持ったら今度は上に上げます。この角がこの重なったところの真ん中あたりまでに合わせます。それからここの上を広げて潰してください。三角に潰れると思います。はい、向きを変えますね。こんな感じです。で、少しぐらい揃ってなくても大丈夫です。では表に返しますよ。はい、こんな感じで2つのお餅が重なってます。あとは簡単です。お鏡、鏡餅になるようにこの角を少しずつ折ってあげましょう。下の方も折ってあげましょうね。角を押すようにしてあげると丸く、雪だるまさんみたい丸くなります。こんな感じです。はい、出来上がりです。美味しそうなふっくらとしたお餅、お鏡餅ができました。
では上に乗っける台台は簡単ですよ。四隅を少しずつ後ろ側に折ってあげます。後ろから見たらこんな感じです。はい、これをここにポンって乗せて、はい、お鏡餅の出来上がりです。これは後ろ側でも前側でも好きなところに糊で留めてください。これは糊付けが必要です。ここに譲り葉やこの間が挟めるので、昆布とかスルメとか作って挟んであげるともっともっと豪華なお鏡ができます。それでは皆さん、良いお正月をお迎えください。